テキサス A&M 大学はアメリカ合衆国テキサス州カレッジステーションに本部を置くアメリカ合衆国の州立大学である1876年に設置されたテキサス州最古の高等教育機関であり2017から2018年期では7万人弱の学生が在籍するアメリカ合衆国内で最大の学生数を有する大学である2018年 US ニュースが発表した全米大学総合ランキングはによるとテキサス A&M 大学がトップ70に入った。公立大学ランキングではトップ20にランクインすることが多い。特に原子工学や獣医学、石油工学、生物農業学等は全米トップ10の名門校でロースクールはトップ100校に選ばれた。公明中の A&M は アグリカルチュラルメカニカルの意味であり、モリルランドグラント法に基づいて、理系のランドグラント大学として設立された歴史の名残を留めている。このため日本語では、テキサス農工大学と訳されることもあるが、テキサス A&M 大学という名称が正式である。現在は、ランドグラント、シーグラント、スペースグラントのすべての指定を受ける全米でも数。 少ない大学でアメリカ航空宇宙局、アメリカ国立科学財団、アメリカ国立衛生研究所等から多くの共同研究、資金援助を受けている。調査、研究での実績は高く評価され、高水準の学術研究と教育システムを維持するために設立された北米トップクラスの研究型大学の組織であり、米国の公立大学と 私立大学計60校とカナダの大学2校から構成されるアメリカ大学協会の一つである。特に地学、石油工学、科学、脳、生命工学、法学、機械工学、産業工学に関する研究においての評価は非常に高い。予備役商工訓練過程のある大学として上級軍事大学に全米6校のうちの1校として指定されている。 第二次世界大戦では2 22万229人の卒業生が従軍した。そのうちの1万4123人が士官として従事したが、これは海軍兵学校と陸軍士官学校出身者を合わせた人数より多く、他の上級軍事大学出身者の合計の3倍よりも多かった。20世紀から21世紀にかけて大学の規模が大きくなるにつれて、 主管候補生の数も多くなり、現在では上級軍事大学として最大の約2600人となっている。キャンパスはアメリカでも最大規模であり、5500エーカー内にキャンパス、空港、発電所等を持つ。1997年には同カレッジステーションの大学内にジョージ・ブッシュ大統領図書館が寄贈された。テキサス A&M 大学軍の機関校であり、 テキサス州内のガルベストン、コーパスクリスティア中東のカタールにもキャンパスを持つ。テキサス農工大学1862年にアメリカ議会にて採択されたモリスアクトに基づき、1871年にテキサス州議会がテキサス州ブライアンにキャンパス建設を開始したテキサス農工大学が大学の源流となっている。 テキサス農工大学は1876年に6名の生徒と教師で開校し、以後規模を拡大する。当時入学を許可されていたのは白人男性のみであり、さらに全学生に士官候補生団への加入が義務付けられていた。1880年代、同州立大学としてテキサス大学オースティン校が設立された影響で、テキサス A&M 大学の生徒が減少。 廃止の意見が見られたが、当時州知事から学長に就任したローレンス・エスロスにより、大学の改革が行われ、現在に見られるようなアギーリング等の伝統やシステムが形成された。なお、テキサス州憲法では、テキサス農工大学は当初テキサス大学組への組み入れが想定されていた。1920から1930年代、多くの卒業生が第一次世界大戦に、 軍隊として参加、多い年には卒業生の半数が軍に関連した職に就いた。この時代に大学は規模を拡大し、農学、工学、軍事学において米国内で高い評価を得るようになる。初の博士課程の卒業生を輩出したのも同時期であった。第二次世界大戦にも多くの卒業生が参加し、またレーダーなどの開発により、 電子工学などのプログラムも開始された。その後も学生数は拡大し、1948年にテキサス A&M 大学は同州のテキサス大学軍と明確に区別されるようになる。1960年にジェームズ・アール・ラダー陸軍少将が第16大学長に就任したことにより、大学は大きな転換期を迎える。キャンパスを拡大したことに加え、 多くの女学生や白人以外の学生を受け入れたため、1960年から1970年の間に学生数は7500名から14000名に拡大、学生の出身地も50州から75カ国へと多様化した。また、すでに実質的に総合大学となっていた実態に、合わせ1963年にアグリカルチュラルメカニカルを短縮し、 正式名称をテキサス A&M 大学とした。その後1990年までの間に学生数は1万4千人から4万5千人と拡大し海洋工学、航空宇宙工学等の評価からランドグラントシーグラント、スペースグラントのすべての指定を受ける。1997年にはキャンパス内にジョージ・ブッシュ大統領図書館及びブッシュ行政、 公共政策大学院が設立されるなど、ジョージ HW ブッシュ元大統領とのつながりも深い。2001年にアメリカ大学協会に加入した。カイルフィールドテキサス A&M 大学のスポーツチームはアギーズとして知られ、チームカラーはエビチャと白である。1996年までは解散したサウスウェストカンファレンスのメンバーであり、その後2012年までは、 ビッグ12カンファレンスに所属していた。2012年7月からは NCWA のディビジョン IA のサウスイースタンカンファレンス西地区に属している。歴史的にテキサス大学オースティン校、テキサス工科大学、ベーラー大学、アーカンソー大学、ルイジアーナ州立大学等とライバル関係にある。アメリカンフットボールのスタジアムであるカイルフィールドはホームオブザトゥエルフスマンとして知られ、 レース目的を除くものとしては、世界で5番目に収容人数の多いスタジアムである。同窓会乾燥計28万人以上の卒業生がおり、テキサス A&M 大学の卒業生グループは、アメリカで最も活発な卒業グループの一つである。ありがとうございます。